大阪コミュニティ通信社っていう新しいメディアが、市民メディアですね、それが立ち上がったということで、関係者の方から平松お前ちょっと喋らへんかいうことで、勝手に好きなことを喋ってということなんで喋ろうということになりました。大阪コミュニティ通信社 UCO っていうんですけど、ここができたのも結局去年11月1日の住民投票に向けて、大阪市民交流会という、グループが立ち上がりました。そこの共同代表の一人としてやってたわけですが、それぞれが自分が思っている大阪の姿、その大阪を壊されたくない、大阪市を壊されたくないという思い一点に集約して、この住民投票で何としてでも反対票を一票でも上回らせようとこういう動きをやったわけですよね。で、なんとか11月1日で、残りました大阪市で、よかったよかった言うて解散か思ってましたら、なんと、4月1日から施行された広域一元化条例、この広域一元化条例というものを、私たち市民交流会では大阪市乗っ取り計画というふうに言いました。大阪市乗っ取り計画がまだ進んでるで、これ何とかせなあかんないうことで、多くのボランティアの方たちがチラシを作り、そしてそのチラシをポスティングするっていう活動もやり、でその一方でワークショップ、今あなたは何がしたいですか、テーマ別にグループに分かれてやった中の一つに、この、インターネット放送といいますか、何しろ関西のメディア見ましてもね、ほとんどが維新びいきって言っていいと思うんですよ。橋本徹さんが出て以降ですね、メディアをどやしつけるみたいなことが日常茶飯事みたいになって、それに怯えた人たちがメディアの中にいっぱいいまして、維新のこと、あるいは橋本徹という人のことを伝えてればいいんだ、その人が何を言ったかだけ伝えてればいいんだみたいなことが日常化してしまったんですね。で、その中でちょっとおかしいやないか、今の状況なんか変やなと思ってる人たちが結構たくさんいらっしゃるんです。で、結構たくさんいらっしゃるものの、表に出てこないから分からへんなんですよね。表に出てこないということが、住民投票2回目をやるでって言った時には、今度はあかんやろ、私たちは反対票をっていう運動を2015年の住民投票でもやりましたんでね、今度はさすがに大阪市なくなってしまうんちゃうかっていう危機感を持ったわけです。それでも7割に近い議席、もう7割超えてたのかな、議席配分でいうと維新と公明を合わせると圧倒的多数になるのが大阪市の議会情勢じゃないですか。で、なおかつマスコミもよいしょよいしょっていう動きで、都構想都構想みたいなこと言われてますから、この反対票をっていう動きをやった側の人間は多分あかんやろうけど、こんなことが許されてなるものかみたいな形で動いて、結果どうなったんでしょう。ね、否決票が、否決っていう方が上回りましたね。これはやはり眠っているっていうか、意思表示できない人たちの意思表示、それは大阪市を残した方がええで、政令指定都市の中でも一番力があると言われている、日本で東京を除けばナンバーワンの町、もちろん地方都市みたいな言われ方もしてますけどね、そんな大阪市でなぜここまで維新が強いのかとかですね、いろいろ思うところあるんですが、この時間は私の今までの経験、言うてもね、
毎日放送という放送局でアナウンサーをし、そのアナウンサーをやりながらニュースキャスター、まあアナウンサーキャスターとして20年近い仕事をさせていただいた中で、メディアっていうのは誰のためにあんねやろ。やっぱり多くの人が幸せに、そして、無事に平穏に暮らせるような世の中を目指すもんやと思ってやらせていただいたというふうに思ってます。で、そんな中で大阪市長になって、全くあの行政も財政もわからんまま4年間過ごしました。4年間過ごしてきた中で、本当にあのこの町が持ってる力っていうのは、大阪人の大阪人らしさって言いますか、あの一丁亀やし一ビリやし、本当にあの二人よれば漫才が始まり、三人四人集まったら何やわけのわからん喜劇が始まるみたいな、人を喜ばせてなんぼみたいなあの雰囲気が私はまだあるとどっかで思ってるんです。そのどっかで思っていることが、どうもその表に見えてる部分だけ見ますと二項対立って言いますか、正か邪かプラスかマイナスか、正しいか間違ってるかみたいな、その二項対立の中に落とし込められてギスギスした世の中になってるような気がします。そういった世の中を皆さんは支持するのか、そういう社会を望んでいるのか、そういう日本を望んでいるのか、あるいは世界を望んでいるのかということで多くの疑問点があるんですね。さあこれから先ここで好き勝手なことを言い続けますけど、その好き勝手なことでよっしゃあその通りやと思われる方はあのいいねを押していただいたらいいし、お前いつまで何言うてんねんというふうに思われる方も当然いらっしゃると思いますが、その方はこういうマークでも何でも結構ですから、ぜひ多くの人に見ていただきたいし、この大阪コミュニティ通信社 UCO を通じて多くの人たちの本音って言いますか、あんなほんまあこやねんでっていうような意見がどんどん出てくればいいな、ある意味私個人の妄想と言っていいんではないかなと思っております。どうぞ皆さん妄想にお付き合いください。